ケモンカードのワクワク、その一つはどんなカードと出会えるかわからないことのようです。すごい。ちなみに私のはポケカしよっか。ポケモンカードゲーム。バトルをしたりとか、カード見たりとか、で南さんが実際にやるシーンが入ってます。りんたろー先生そこで言うんだよ、これってこうだよって、ね、子供先輩たちが覗き込んでるって。はい、原曲12。この VMAX にあるとすごく大きくなって超強くなる。私はすげえ超強じゃん。わー、顔が全部浮かばせてるやん。じゃあみんな一回おしみで、りんたろーはそのまま。よし、こういうね、運も引き寄せて。最低だ、はい、最低だ、はい。本当にそれで喜べます。だってこんなさ、こんなにさ、このさ、デッキの強さのさ、皆さんこんにちは、南空です。この度ポケモンカードゲームの CM に出演させていただくことになりました。楽しかったです。私自身先週にポケモンカード始めたばっかりだったので、今回の撮影をすごく楽しみにしてました。カムカメっていうポケモンなんですけど、というかマネージャーに少し似ていて、なんか親近感を覚えたというか、はい、私すごい始めたばっかでまだすごい初心者なんですけど、すごいホップ、みんな大好きホップをすごい信頼してます。お気に入りのポイントは自分の山札を3枚引けるカードらしくて、まだ数回しか対戦したことないんですけど、マネージャーと今日も待ち時間に対戦したりとかしてました。なんか私自身すごい頭を使うカードゲームが苦手というか、すごい得意じゃなくて、トランプとかいつも必ず負けてたんですけど、だからなんかポケモンカードってすごい難しいイメージがあって、でも説明を聞いてからやり始めたら意外と難しくなくて、なんか気づいたら夢中になってました。私はなんか学生らしい学生生活はなかったんですけど、割と端っこで本とか読んでるタイプの学生だった気がします。私すごいサメが大好きなんですけど、この間水族館に行ったらホウジロザメの剥製があって、すごくテンションが上がりました。素敵な出会いだなと。今回の CM では出会いの期待感やワクワク感が表現されています。皆さんもぜひポケモンカードゲームを通して素敵な出会いを体験してみてください。以上、南沙羅でした。